Okay. I just ate. So I'm gonna fucking do this shit. Why Shangling? それは俺のセリフだ。ここで二人に会えるとは縁があるな。息災だったか？ Aside from you bullshitting on your words, I'm doing pretty well. When I meant bullshitting, I mean you were lying to me. Even Nahida is doing a better job than you in guiding me in my journey. 旅は長くなれば長くなるほど、いざこざを避けられなくなる。もし相談したい悩みがあれば、俺が聞こう。故郷を離れて旅する身が、己だけで苦労する必要はない。At least you could do better than Venti than that. That's at least what I like about you. 何のことはない。ああ。そういえば、勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか？この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった？ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして、宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え？宝月のタケノコ？普通のタケノコじゃダメなのか？あ、オイラ分かったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。Well, you can't deny that. こだわりが強い勝利のことだから。宝月のタケノコの肉質は柔らかでえぐみがない。普通のタケノコでは替えが効かない。とか言うつもりだろう。アイモンは賢いな。俺のことをよく分かっている。もうじき仮説だ。タケノコ以外にも、同志から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか？ちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのかは決めてなかったけど、一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。My God, just you describing it, I want to eat. And I just ate. お前、わざとだろ。オイラたちがその口車に乗せられて、お前のために使いっぱしりでタケノコを取ってくるとでも思ったか。 Look at your eyes, Paimon. もとより、宝月のタケノコがうまいのは事実だが。くねんない。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。タケノコを取るのにはそんなに時間がかからないもんな。おいら絶対にスープを飲むぞ。 Yes, please. 人走りの甲斐があるビジと言える。いいだろう。二人にお願いするとしよう。もし上質なタケノコが取れたら、ぜひ俺にも少し分けてくれ。ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。 Well, what did you expect? そう焦る必要はない。怪盗祭期間中、町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば、自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは、所詮、花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方が、その意義はよりはっきりしたものになるだろう。I gotta mute my... 勝利はそのまま散歩しててくれ。オイラたちは先に行くぞ。ああ、気をつけて。フー同士の目録によると、では、この最後の一杯を飲み終えたら動くとしよう。You lazy fuck. Oh no. Oh no.タケノコ、やめて、ディス。こいつはまだ土から芽を出したばっかみたいだな。柔らかそうだし、こいつにしようぜ。
よ。これだけあれば足りるだろう。帰って。助けてくれ、誰か助けて。聞こえたか、誰か助けを呼んでるみたいだぞ。 What the hell, Yao Yao?水は飲んでいない。ヤオヤオ came out of nowhere. Oh wow. 落ち着いたよ。 What the weirdly costumed man. びっくりしたぞ。無事でよかったぜ。助けたのはこっちの女の子。ミミニーネーネー、それにおじちゃん、こんにちは。ヨーヨと申します。よろしくお願いいたします。おお、なんかめちゃくちゃ礼儀正しい女の子だぞ。 I know。 オイラはパイモン、こっちは旅人だ。どうも。私はドボルザーク、フォンテーヌから来た音楽家だ。おお、フォンテーヌ。石門の方にある道に沿ってリーウェ港まで行こうと思っていたんだが、ここの綺麗な風景に酔ってしまってね。いつの間にか道を間違えてしまっていた。さっきも滝に目を奪われて足を踏み外したんだ。もしこのヨーヨー嬢ちゃんが助けてくれなかったら。気にしないで、ドボルザークおじちゃん。でも滝から飛んでくる水は石造りの路面を滑りやすくするから、確かにゆっくり歩かなくっちゃ。これからはなるべく見知らぬ環境で考え事をしながら歩くのやめましょうね。足元に気をつけるってことが習慣になりさえすれば、もうこんな目に遭わずに済むよ。ああ、肝に銘じるよ。ああ。もしかしてお腹が空いちゃったの？私はまだ。遠慮しなくていいよ。ヨーヨはリーユエの人間だから、各地から来た観光客をおもてなしするのも人情ってものだもん。もしまだ道を急ぐんだったら、必要な時に力を補給するのも大事だよ。ヨーヨのカバンにまだ何個かハスの花パイが入ってるから、みんなで分けて食べましょう。ニーニとネーネもどうぞ。わー、この子めちゃくちゃ気が利くぞ。オイラの分まであるじゃないか。遠慮しないで。あ、ファクです。本当に美味しいぞ。もう一つ食べたい。食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんがまだまだすくすく育ってるって証明なんだから。もうちょっと多めに作ってくればよかったね。ほら、めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。リーユエの変身。That's a big fuck you, okay? 口にあったかな。重さが足りなかったりしない？いやいや、とても美味しいよ。モンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだが、そいつの餡は肉だった。このハスの花パイはムーンパイと同じ製法でパイの皮を作っているが、味はそれぞれのいいところがあるね。故郷の味となると、ああ、本当に長い間食べてないな。というとドボルザークもずっと旅をしてるのか？ああ、私はイリデッセンスツアーの主催者の一人なんだ。え？絶えずいろんなところへ赴いている。イリデッセンスツアー？ That's clearly 2.8。イリデッセンスツアーはフォンテーヌで影響力の大きい音楽祭と言えるだろう。規模を拡大して各国で開催するというのが私たちの目標だ。ああ、そう。主催側の私たちみんなが共に追い求める目標だったんだが、However、その後、What? 話せば長くなるからやめておこう。話を私に戻そうか。各地を巡って音楽を宣伝する以外にも、実はちょっとだけ市場があったんだ。ああ、もったいぶらずに
先祖代々言い伝えられてきた話から話すことになるからな。みんな時間は大丈夫なのか？ I don't have any time actually. いやいや、物語を聞くのは好き。 Fine. うんうん、オイラたちも聞きたいぞ。I would be like, ugh. では話すとしよう。これは旅をしていた私の先祖がとある旅の最中に遭遇した出来事の話だ。不意に足を踏み外して水に落ち、あと少しで溺れ死ぬというところで、just like the stone right now in the BGM. 抑揚ある音楽を耳にした。なんでもその音楽は彼が人生で聞いたものの中で一番美しく一番感動的なものだったという。そのような危機にあっても、この世のものとも思えぬような美しい音楽に注意を引かれ、彼は自分が間もなく溺死するのだという事実さえ忘れるほどだった。ふと我に返ると、彼はいつの間にか岸へ戻っていることに気がついた。少し離れたところには、浮世離れした雰囲気の見知らぬ女性が立っていた。先祖の無事を確認するや否や、彼女は何も言わずにふらりと去っていった。 Can we say this is Venti? Because Venti does look like a girl-ish. 追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのに、どう追いかけてもその距離は一向に縮まらなかったんだ。結局彼は仕方なく女性の後ろ姿と遠くの山岳にお辞儀をして感謝の意を伝え、キビスを返して故郷への帰路に着いた。故郷に戻ると、先祖は楽器の演奏を勉強し、詩人のように歌い語りながら旅をして、この物語を各地へと伝えていったんだ。その後、物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった。女性はいつしか天女とされるようになったんだ。そしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた伝説になった。天女の見下ろす湖畔って名前でね。 That sounds like Venti. 林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると、目に見えない天女が一緒にセッションしてくれると人々はよく言うんだ。そうだ、他人にとってはただの伝説だが、私にとっては本当にあった家族の昔話だ。過去を遡ろうって発想でね、物語の原点である土地を訪ねて女性の子孫を探そうと思ったんだ。先祖が水に落ちた場所なんかとっくに探しようがないし、こんな捜索は海から針を救い出すようなことだとも分かっている。だが外を転々として早いくとせ、自分の足腰も昔ほどよくはなくなった。この反省で成し遂げられなかった願いは、いつの日か執念に変わっていたんだ。ヨーヨーはまだ半生っていうほど長い時間を生きてないけど、でもヤオヤオ looks so cute. Holy shit. オイラもハスの花パイの花の中心近くにある一番美味しいあんのところを取っておいたのに、食べるのを惜しんでいるうちにポタンって落ちたりなんかしたな。 Even we're kind of mad. 絶対そのことを忘れられないぞ。私のためにそう悲しまないでくれ。進展はもちろんあるんだ。私が考えるには、その場所はリーウェのはずだ。おお、やっと手がかりが見つかったのか。ああ、これもまた少し不思議な話になるんだが、モンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた。最近風神様は秋にモンドへ戻るらしいと聞いてね。それから彼は音楽の守護神であるとも聞いた。そこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに行き、風神様に私を導いてくれと願った。そうして教会から出ると、目の前で木の葉の集まりが風に吹かれて石門の方へ飛んでいったんだ。すると親切なモンド人が、これは風がリーウェイ導いているんだと教えてくれてね。私はそのままその道を進んだというわけだ。
これがチーンというやつか。絶対に私を分かってくれる人がいると思ったんだ。本当？なんだか宝刀団の怪しいおじさんが警察層のおばあちゃんを騙すやり口みたいに聞こえるけど、元王帝君がお戻りになられたぞ。交通費か再生をくれれば俺からあの方へ渡してやる。一家安泰を守ってくださるぞみたいな。よいよ、安心してくれ。オイラたち、そのこういう現象を読み解くのには慣れてるんだ。それに、騙されないために一番大事なポイントはモラを渡さないってことだしな。感謝の意を表すため、確かに結構なモラをかけて美酒をいくらか買って通り道の七天神像に備えたが。 Oh my god, Benji is this? ああ、こいつ。じゃあ、ヨーヨーはニンニとネーネ、あとおじちゃんを連れてビーウェコーの極境台に行くよ。ガンウネーネを探しに行こう。ガンユ、ヨーヨーの知り合いはそんなに多くないし、お役に立てないかもしれないけど、でもガンウネーネとネーネがいつも指してる七星だったら、Did you call her name? 何も知ってるよ。もしおじちゃんが騙されたなら、みんなは権利を守ってくれる。もし風の情報が正しくて確かなもので、まだ人を探し続けることになったら、やっぱりみんなに聞くのが一番便利だよ。いや、しかしそうなるとまた皆さんに迷惑をかけて。ちょうど新しく取った薬草と植物をネーネに持って行こうと思ってたから、ついでついで。お、そういえばオイラたちも随分カウに会ってないよな。怪盗祭の前に友達訪問と行こうぜ。ああ、本当にありがとう。絶対にこの恩は忘れない。みんなついてきて、ヨーヨーが案内するよ。ああ、ちゃんと足元を見ないとダメですからね。 Hi Mon, you're getting replaced。 あ、オイラの仕事がまた一つ減った。でも、ヒヒ、オイラは盛り上げ役に回るとするぜ。You don't even cheer for me, you piece of shit. リーユエコ、前回私が来た時とは違う。Wait. まるで同じ旋律でも繰り返し演奏していくうちにより色鮮やかになり変化に満ちていくような。まあ年に一度の怪盗祭だからな。確かにより壮大になった感じがするよな。今はリーユエコーが一番綺麗な時期だって言っても過言じゃないぜ。おりゃ、いやです。行こうか。もっと目で楽しみたい、もっと近づきたいってうずうずしてるよ。 OK。 あ、シンニャン、 I saw the name シンニャン。 あ、みんな、こんなとこで会うなんて奇遇だな。 Yay, another シンニャン。 What do you call this? Although you ruined my pulls。こんにちは。ヨーヨーが紹介するね。こちらは。Although, I'm kind of pissed at you, Shinya, for ruining my goddamn pulls. You're not giving me my Yao Yao home. But it's okay, you have screen time, at least. Still my pulls. Like, you wouldn't give me a goddamn all item, but give me a Yao Yao. 旅人にパイモン、それにドボルザークおじさんだろ。みんな結構前からよく知ってるよ。前回リーウェコーへ来てイリデッセンスツアーの宣伝をした時、相手をしてくれる人はあまりいなかったんだ。深淵さんはその数少ないうちの一人だった。こっちはイリデッセンスツアーに参加しようと思ってずっとついて走り回ってたのに、連続で何回もすっぽかされて。おじさん、一体どういうことなんだよ。深淵さん、すまなかったね。どの回もついてなさすぎて、不運なことが立て続けに起こって、それで開催できなかったんだ。そうだったのか。だったら仕方ねえよな。そういえばこの時期にリーウェコーへ来たってことは、まさか怪盗祭期間中に音楽祭をやろうってわけじゃないよな。怪盗音楽祭、
いや、今回はちょっと私事でね。怪盗音楽祭はないのか？ Come on。 それは私の一存で決められることじゃない。音楽の祭典を開催するにはそもそも相当な人手と金がいるものなんだ。その上、私はリーウェの責任者と接触したことがない。このタイミングで軽率に始めようっていうにはいささか慌ただしいだろう。え、オイラたちが今から探しに行こうとしてるリーウェ七世っていうのがここの責任者だぞ。うん、国政ネーネも教皇ネーネもねえ、みんなすごいの。What the fuck。 へえ、これはいい機会じゃないか。結局成功しなかったとしても言えば望みは増えるわけだし。 I mean like yeah, the last two were just like Aether and Kaching having a date, and the first one was like just because, you know, it was the first one. But at least now, like, let's have something different. そうだぜ、旅人もこう言ってるんだから、おじさんもたった何回かの失敗で勢いをなくすなよな。出演者の件ならあたいがここの表現者とつなげてやれるぜ。What? あたいの友達。ああ、yes, Yunjin, right. リーウェの名役者だ。あいつが顔を貸して、運感者の役者に一曲頼んでくれれば、この件はいけると思うぜ。シーエンはどうなんだよ。参加しないのか？そんなわけないだろ。今回、このイリデッセンスツアー、怪盗音楽祭がうまくいったら、オープニングを奏でるのは、絶対にあたいさ。Of course.すっごい迫力だぞ。 That's of course the usual Xin Yan。 あんたはどう思う？ You can do it at least。 試してみようと思う。 OK。 だが新縁さん、オープニングを飾るのはそう簡単じゃない。私はかなり厳しい基準であなたの作品を評価するから、しっかり準備しておいてくれ。 I hope it's like gonna it's like the cutscene already on YouTube, but I haven't seen it becauseI have to do this first, otherwise I'm getting spoiled. 望むところだぜ。あ、だったらあたいも街でブラブラしてるわけにはいかねえな。早く戻って練習しないと。ヨーヨー、あんたの姉弟子に会ったらよろしく伝えておいてくれよな。ヨーヨー覚えとくよ。チンエンネーネも練習していっぱい上手くなってね。 Oh my god, she's so cute. しっかり頑張れ。 I wanna have her as my daughter. オイラ、さっきから気になってたんだけど、ヨーヨの姉弟子ってまさかオイラたちの知り合いじゃないよな。知ってるはずだよ、シャンリン・シージェのこと。前シージェからあなたたちのことを知ったもん。シャンリン・シージェって Oh my god、 頭にないでしょ。いつも怪我をしちゃったり、She's using the Chinese pronunciation. 自分で治るのを待つの。だから身近に世話してあげる人が必要なの。あなたたちもきっと CJ のことで結構苦労したんじゃない？ヨーヨーから感謝するね。Oh my god, she just called her JJ. I know what that means, dude. Madam Ping. 師匠、ごめん。師匠と挨拶してくるね。 Go ahead。 ほれほれ、そう急がずともばあやは言ったりせんよ。本当にあなたという子は。ヨーヨー、もう何日も師匠に会ってないから早く会いたかったんだもん。よしよし、ヨーヨーは一番口がうまいの。おや、あなたたちじゃったか。怪盗祭の時期ってことで友達に会いに来たのかい？ Hello。 ティンバーや、半分当たりだぞ。オイラたち、このドボルザークおじさんを助けるために、おじさん七星のところまで連れて行ってやろうと思ってたところなんだ。こんにちは、私はフォンテーヌから来た音楽家で、イリデッセンスツアーの主催者の一人です。この名前をお聞きになったことがあるかどうかはわからないが。師匠、師匠、イリデッセンスツアーってとってもすごい音楽祭だよ。あ、バーヤもまだ知らないことがあるの。
音楽祭か、良い響きじゃ。オイラも気になるぞ。ティンバーヤはどう思うんだ。大先輩だし、なんといってもリーユへのいろんな伝統文化に詳しいからな。意見を出してくれたら、やるってなった時より方向性を決めやすいと思うぞ。つまりそのティンバーヤは新しすぎるとかって思わないか。それか他に心配事があったりは。そんなことあるはずないじゃろう。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化の間に渡される架け橋でもあるのじゃ。時代は変わっていくものじゃ。今の若者たちが愛する音楽もバーヤの時とは違うかもしれんの。じゃが良いものには人を引きつける力がある。むしろとても楽しみじゃ。おお、私の祖母以外に今まで見た老婦人の中であなたは最も賢い人だ。みんな揃いも揃って本当に言葉が甘いの。よーよ、次からは甘いものは少なめに配るんじゃぞ。師匠、今日はご機嫌だから冗談まで言ってくれるんだね。ほれほれ、まだやることがあるんじゃろ。早く自分のことに戻りなさい。時間を無駄にしてはいかんよ。ティンバーヤ、ありがとな。また会おうぜ。 I can't believe Yao Yao really does。総務省に回答祭のことを伝える際、お祭りが近いからといって怠けた心を持たないようにと必ずお伝えください。わかりました、カウン様。では先に失礼します。 Oh yes, I kind of forgot about Bai Xiao。 カウネーネー。 ネーネー、 Is it Chinese or what? どうしてここに。カウネーネが前に欲しがってた薬草、ヨーヨが全部取ってきたよ。それからほら、スイートフラワーの種も一つ摘み。あとね、あとね、この干した青春の葉っぱでお茶を入れるといいよ。体にいいんだ。ヨーヨー、最近ネーネのお仕事が忙しいのは知ってるけど、I don't know if it's Chinese or Japanese anymore。 働きすぎはダメですからね。また草むらで寝ちゃわないようにちゃんと気をつけて。この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹とぼんやりした姉ちゃんの会話みたいだぞ。Well, Kanyu is kinda... yeah, fine when you're running your mouth. There's such thing as a klutz, okay? ありがとうございます。でも、パイモンさんの言う通りで、私は仕事以外だと確かに油断しがちです。改善しないとですね。あ、世間話に気を取られてしまいました。こちらの方は。あ、オイラが紹介してやるよ。なんだよ。 What? オイラ、話すスピードが速すぎたか。確かにちょっと複雑なことだよな。もしどこかわからないとこがあったんなら、オイラがもう少し詳しく話してもいいぞ。少々難しいですね。え？回答祭は毎年の一大行事として、素晴らしいものにするだけではなく、さまざまな好みを持つリーユへの人々が満足するものにしなければなりません。イリデッセンスツアーはリーユへにおいてそれほど知名度が高くないので、皆さんがどう思うかは予測しがたいと思います。もしこの催しに全てをかけるとしたら、リスクはかなり高いと思います。そう、あなたの言う通りだ。わかります。ですから元の計画は通常通りに進めます。しかし深夜にイリデッセンスツアーの公演を今回の回答祭の目玉イベントとして提出したいと思います。 That would be okay。 回答祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします。舞台はそうですね、港口にしましょう。
はい、私もそれがいいのではないかと。この案をなるべく早く完全なものにするためには少しだけ時間が必要です。要点を分析して三徳について詳しく話して、それから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことです。そうすれば七星もきっとこの案を真剣に審査することでしょう。ドボルザークさん、リーウェイに来ていただける音楽家たちの人数や規模、それから食事宿泊に関する詳細条件の決定についてですが、あなたの助けが必要です。ええ、そちらで話しましょう。Now what? This Ganyu makes an appearance. Kao の仕事ぶりって相変わらず頼りになるよな。 That's Ganyu for you. Yo-Yo もそう思う。師匠が言ってたの、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。だからカウネーネも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。身の回りのことはヨーヨに任せていいから。わあ、ヨーヨ、オイラのことも世話してくれないか。オイラまたお腹が空いたぞ。もうカバンが空っぽになっちゃった。でもあなたの好みを書き留めておくから、次からはあなたの好きな食べ物を持ってこれるよ。ハスの花パイ以外にもまだあるかな。甘いものなら全部。あとはスライム。 What the fuck? こちらでいかがでしょう。まだ補足が必要ですか。いや、かなりいいよ。もう私には何の改善点も思いつかない。わかりました。では草案はこんなところにしておきます。もう一部書き写しますね。いいところに来てくれましたね。こちらはちょうど一段落ついたところです。 Yeah, that was quick actually. 恐縮です。今は一刻を争う状況ですので、すぐに七星へ案を提出してきますね。少々お待ちください。ヨーヨー、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないよう。I need to get Yao Yao now. ちゃんとお茶として入れるんだよ。タオネーネ、葉っぱをそのまま食べたりしないでね。はい。じゃあ、ヨーヨーもそろそろ帰るね。I kind of forgot how cute Ganyu is. 長くいすぎると、弟ガーニー心配をかけるから。え？ミーミーネーネにおじちゃん、安心して。すべてはきっとうまくいくよ。少し早いけど、ヨーヨーから怪盗祭を祝して。ありがとう、ヨーヨー嬢ちゃん。怪盗祭を祝して。また一緒にご飯食べような。はぁ、now we're gonna go back to Zhongleaf. Oh. 旅人にパイモン、それにドボルザークさん、こんにちは。私のことは国政と呼んでください。事の経緯はすべて分かったから、まずはみんなが一番気になる結論から言いましょう。七星は関羽の案を通したわ。これからは私が七星を代表して公演の準備に協力するわね。わー、よかったな。 Catching strikes again. 褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもの。私たちはただことを前へと推し進めているだけ。それに私からしてみれば、新しいものや変化を求めるっていうのが私のスタイルだもの。だからこういう貴重な提携の機会があることは身に余る光栄だわ。本当に感謝するよ、国政さん。このところ立て続けに何回も失敗してもはや疲れてきていたんだ。今回もまた同じ結果だと思って全く希望なんか抱けなかった。それがまさかこんなに順調に進むなんて、まるで夢のようだ。うん、そろそろみんなを呼び戻す時だな。ハイレベルなステージがあるんだ。しっかり実力を見せないと。 OK。 おじさんもなかなかやる気が出てきたな。 I know。 安心してくれ。これからのことは全て私の得意分野さ。音楽家たるもの、音楽で語らないと。あれか、
あっちについては後からゆっくり。え？ガンウ？どうしたの？そちらの件についても聞いていましたのに、あの時は案を出すことに気を取られて完全にこの件を忘れてました。気にしないでくれ。私は探したい人の顔すら知らないんだ。どう考えてもたやすいことではないさ。カンさんも私を気にかけてくださる必要はない。あなたの力はとても重要なんだから、この賞と怪盗祭全体に使うべきだ。あの時聞き終わった瞬間にふと思いついたことがあって、例えばその女性は天女というより仙人だった。どう思いますか？ Well, yeah, maybe? ドボルザークさん、実は私は反戦の獣なんです。この体には人と先住キリンの血が流れています。根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。私も似たような行動をとって自分の帰属するところを探そうとしましたから。仙人、反戦、キリンの地、このリーウェという場所にある仙人の噂は全て本当だったのか？芸術による脚色じゃなかったのか？本当だぞ。まあそんな簡単には会えないけどな。絶雲の間なんて見てる限りじゃ何にもないのに、全然自由に行き来できないんだ。いや、yeah. はい、とにかくもし失われた音楽の一部分やリーウェの民間文化を探すのでしたら、私はお役に立てないかもしれません。ですがもし最終的に具体的な人を探すことになれば、私の方で何とかできると思います。なるほど、現状は把握したわ。カンウ、私たち二手に分かれて行動するのはどうかしら？はい、私もそう考えていました。なかったわ。私とドボルザークさんは公演が順調に進められるように町のことを解決していく。カンは自分の人脈で人探しを手伝ってあげて。手元にある仕事の量はどう？時間は割けそう？寝なければ2日ほどで終わると思います。待って、寝ないのはダメよ。たとえ君の体に先住の血が流れているとしても、連続で働き続ければ大きな負担がかかるわ。うわ、国政の口からそんな話が出るなんて。I know. She's 正直説得力はないよな。It's like we're gonna say that to you as well. I mean, like you did that last time. 死別れて3日なれば、すなわちさらに活目して愛対すべし。努力さえすれば人は3日で成長できるんだから。What the fuck? Is this the Three Moon Sisters right here? 休むことも大事だってことくらい私だって分かってるわ。では3日であればいかがでしょう？いいわ、あなたの都合に合わせましょう。もしお時間があるのでしたら付き合ってもらえないでしょうか？あなたは仙人の方々との付き合いも広いですし、リーユへの民からも人望が厚い。いてくだされば私も安心できます。 OK、 よかった。では3日後にここで会いましょう。3日後？おじさん、オイラたちからの朗報を待ってろよ。本当に、なんて優しい方たちだ。寝てるか？私は本当に仙人でも子孫でもオイラたちが見つけてやるよ。そんで一緒に公園を見ようって誘ったところを想像してみろよ。絶対賑やかになるし感動的だぞ。きっとみんな楽しくなるぜ。これこそがお祭りだよな。 I guess, yeah. あなたたちの言う通りだ。わかった、では私は実力のすべてを今回の怪盗祭で出し切ろう。話はここまでにしましょう。ドボルザークさん、私と一緒に公園場所を確認しに行きましょうか。おお、オイラたちも連れてってくれ。
Wait, what? Are we? そういえば、みんなは音楽をどう見て、どう理解してる？え？音楽は、いい感じの響きがするもの？ぶっちゃけて言えば、私はずっと人々にとっての音楽とは何かを探してるんだ。公演が終わったら、またみんなの答えを聞かせてほしい。Oh, wow! It's now bright and everything. Yuhen, sama. Oh. 100分、何かあったの？行幸様の指示により、回答祭の前に不安定要素を排除するため、情報収集していたのですが、雲来の海より妙な旋律が聞こえてくるとのことで、勝手に深入りしては良くないと思い、行幸様に報告しようとしていたところでした。でも緊急事態ですから、こうしているうちに処理に一番いい時期を逃してしまうんじゃないかと心配で。わかったわ。じゃあ私が。Well, we'll handle this. そうだぞ。国政も忙しいだろ。町の方だってまだあんなに心配事が残ってるのに。ここはオイラたちに任せろ。どんな突発事件も解決できる能力があるんだからな。こいつがいればの話だよ。旅人さんがいてくださるなら大丈夫だと思います。Aether has been lately expressive about Paimon's antics. And I love it. お二人にはご迷惑をおかけします。行幸様には私の方から事情を説明しておきますね。玉境内におりますので、事件の処理が終わり次第一声かけてください。うん、行幸によろしくって伝えといてくれよな。じゃあ君に任せるわ。行ってらっしゃい。気をつけて。ああ。二人ともお気をつけて。百文が行ってた場所ってこの近くだよな。旋律なんて聞こえないし、人影も。こんな場所に来る暇人は誰かと思えば君たちだったのね。わあ、イエラン。お前はなんで足音を出さないんだよ。びっくりしたぞ。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでもなさそうだったし。It's just Paimon. Okay. おその通りだけど。あら、君たちもこの件で来てたのね。そしたら、いろいろ説明する手間が省けるわ。ついてきなさい。この家の周辺はすでに調査したわ。安全よ。変だな。悪いやつに根こそぎ持っていかれたみたいに何もないのに、全く抵抗の痕跡がないなんて。もし家の主人がいない間にこっそり忍び込んだんだったら、ドアや窓に痕跡がないのは説明がつかないよな。そんなに細かく調べたんだから、ここで何が起こったのかは推測がついた。 I'm not sure really。何か証拠を隠してないよな。私は君たちと同じ側に立つ人間よ。君たちを困らせてどうするの。わかった、負けを認める。オイラ思いつかないぞ。君は？君も負けを認める？なかなかの直感ね。まあ直感じゃないのかもしれないわね。これは君が把握している数少ない情報の一つだもの。私からもう少し教えてあげるわ。Wait, what the hell? ずっと昔、リーユへの郊外には山賊たちがいた。彼らは村を襲う前に決まって角笛を吹いたの。あの怪しい音楽は決して雰囲気を盛り上げるためのものではなかったわ。あれは弱者に対する威嚇であり、ある種の警告でもあった。村人たちは命を守るため、そんな夜はすぐに家から逃げ出し、財産もできるだけ持ち出した。他のことまで気にかける余裕はなかった。その後山賊たちはもちろん捕まったわ。ただ恐怖の影は永遠に村人の心に残ってしまった。昔のあの旋律を耳にした途端、
無意識のうちに山賊が来たのだと思ってしまい、慌てて逃げ出す。今私たちの目の前にある光景を作り出した犯人もまさにこの点を利用したのよ。だから侵入する際も邪魔は入らなかった。そうだったのか。私たちの被害者は肝がちょっと小さかったけど、おかげで危険に遭うこともなかったはずね。そうすると大事なのはどうやってこの模倣犯を見つけ出すかってこと。あは。普段ならきっといい方法なんでしょうけど、今日はダメね。は？周りを見てみればわかるけど、この犯人は戦慄を悪事に利用した以外に逃げ方も心得ていたようね。土壌に足跡が残らないようにわざと土の道を避けている。それに捜査に慣れた者にも気づかれないように元素の染みついた道具は何も身につけていなかったみたいよ。でも残念だけど私は追跡の専門家よ。この程度の手口なんてことないわ。 You're boasting, Jesus. オイラたち、イランについていけば良さそうだな。 I don't know what the melody is, so I cannot be sure. ええ、しっかりついてきてちょうだい。安全を追求するならきっと草木の生い茂った道を選んだはずよ。低木や木の枝を折らないで済むようなね。見えたぞ、あそこ砲塔団のテントだ。くっそー、また砲塔団かよ。もうすぐ怪盗祭なのにちょっとはおとなしくしようとか思わないのか。さあ一網打尽にするわよ。へへへへへ、I'm up for that shit。Hello, motherfucker! おい、お前らは誰だ？どこから来た？ええ、証拠は確かね。さあ、自白すれば多めに見てあげる。私の堪忍袋の尾が切れないように振る舞うことをおすすめするわ。バカなこと！お前らが怖いもんか！なら、もう少し怖がった方がいいわよ。はははは。相手を間違えたら。痛がっちゃ嫌に。捕まえた。こんなに手強い奴らだったのか。だが、こうなってしまう。ナイストライ、マザーファッカー。お許しを。あら、叫ぶのがちょっと遅かったわね。危うく手が止まらないところだったわ。悪かった。俺が悪かった。本当に反省します。どうか多めに。自分で白状なさい。チャンスは一回しかないから、私に問い詰めさせないことね。じゃないと。はい、わかってます。ほら、もう祭りじゃないですか。自分も物を買って生活を改善したいもんで。確かに俺は砲塔団のものだが、普段はそういった盗みとかスリとかは経験がなくて、いざやるってなると本当に怖くてできなかったんです。おい、今さら言い逃れかよ。いやそんな、俺は本当のことを話したまでです。ええ、続けなさい。考えに考えて最終的に小さい頃のことを思い出しました。山賊が角笛を吹くとすぐにおばあちゃんは俺たちを連れて逃げ出したものだった。俺は記憶に残ってる戦術でやってみたんです。最初は本当に試すくらいの気持ちだった。まさかあの家の人が本当に逃げるだなんて。そりゃ口まで届けてくれた肉を食べない道理はないだろ。いや、俺はその間違ったことをしたのは分かってます。盗んだものも全部元通りに戻します。どうか寛大に。寛大な処分、あるいは示談で済ませて牢屋で怪盗祭を過ごすことがないようにしてほしいのね。はい、その通りです。なかなかいい考えだわ。でもね、最初に自白を求めた時君はチャンスを逃してしまった。
った。Yeah. 一緒に来てもらうわよ。Oh shit. 盗品を戻して、私と一緒に被害者を見つけて、面と向かって謝罪をしたら、総務省までご送する。Another guy in jail. 君も被害者だから。Next to G, apparently. あの怖い気持ちは一番理解しているはずよ。恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。大体、その才能があったら、まともな職に就いた方がよりうまく自活できるんじゃないかしら。おっしゃる通り。ここまでにするわ。反省の時間はこれからたくさんあるものね。後片付けはついでにやっておくから、ここで別れましょう。ええ。あれ、まだ何かあるか？今のところ、あなたたちの情報源はわからないから。念のため、帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査も逮捕も、もともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても間違いない。受け取ってくれた方が、私も嬉しいわ。Don't just whisper in my ear. 少し早いけど、怪盗さんよしくして。さようなら。イエランってテキパキしてるよな。My God, she's so near seducing me. 安心だぜ。じゃ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 ーん。突発事件、妙な戦律クリアだぞ。What the fuck, Paimon? Don't just break the fourth wall in this. そういえば、結局あの放蕩団メンバーに例のメロディーを演奏してもらえなかったな。Yeah, what is the melody? ちょっとは残念だぜ。だろ？やっぱりお前にも想像できないよな。ドボルザークおじさんと何気なく話してた時、音楽は全部いいものなんだって思ったぞ。普段オイラたちが耳にするメロディーはなんていうかあれだろ、人の気持ちを落ち着かせていい思い出を思い出させて楽しかった体験を連想させたり、まさか音楽がこんなことに利用されるなんて。お、そうなのか。確かにそうかもな。オイラの音楽に対する理解が前よりも進んだ気がするぜ。とにかく事件も解決したことだし、リーユエコーに戻ろうぜ。100分と突発事件の報酬がオイラたちを待ってるぞ。事件はもう解決したぜ。それは良かったです。しばしお待ちください。お二人が来たら報告するようにと行幸様から言われておりますので。Is Ningguang gonna meet us? Yep, she is. Ah, she's using her old skin. 二人とも久しぶりね。 Yes, it has been a long damn time. もう長い付き合いなんだし、まだ怪盗祭のことで忙しいんだろ。オイラたちに気を使うなよ。長い付き合いだからこそ粗末な対応をしていい道理がないわ。お茶でもてなして少し休んでもらうくらいは当たり前よ。けれど確かにあなたの言う通りね。たとえ他の些細な懸念を全て取り除けたとしても、目の前にはまだ盛大な公演がある。Yeah. 公演が終わったらイリデッセンスツアー側を招待して今後の提携についても話し合わないと。それから出資の割合も詳しく話して決めなければいけないわ。仕事って永遠に終わらないものね。Oh, well, yeah. もう未来のことに手をつけてるのか。では目の前にあるものについて話しましょうか。あなたたちはここに来るまでに今年港口に置かれている名称の塔を見たかしら。確か大きな水鳥の形をしてたよな。どの仙人が原型になったんだ。鳴海聖火神君、この名前を覚えているでしょ。 I actually don't. 言い伝えでは彼は心が広い仙人で、自由気ままに行動し人に真摯に振る舞うと言われている。 It's been too long. このきらめく搭載の中、栄光が海を渡って飛来することを願う。音楽が流れる水とともに四方へと響き渡れば、
天にいる彼らの魂はこの時代の旋律を気に入ってくれるかしら。気に入ってくれると思うぞ。だって両校の話からすると仙人も英雄もみんな心が広いもんな。新しい物事に対しても包容力はバッチシだと思うぜ。ならよかった。カウが伝説の仙女の子孫を探すのを手伝っていると聞いたわ。途中で何か面白い出来事があれば私にも教えてちょうだい。そんないい話私も見逃せないもの。 Oh yeah, definitely. Now what? We're gonna have cutscene now? Oh! Eh? Ah! そろそろカウンと会う時間だな。玉境内に行こうぜ。You haven't met up with Zhongli yet. What the fuck is happening? Ganyu, you're sleepy again. Typical Ganyu. Konnichiwa. Ima, nanji de shou ka? Ima?大丈夫か？なんでもう居眠りしてるんだ？昨日はよく休めなかったのか？She totally did us in 2 days. いえ、私は大丈夫です。それよりも、まずは大事な話をしましょう。帰った後、パイモンさんから聞いた状況を細かく分析しました。溺れた人を助ける、そして音楽を奏でる。この2点に関しては人でも仙人でもできる人は少なくないとしか言えません、mm-hmm. けれどその音楽が人に生死の境にいる現状さえも忘れさせ気がつけば岸辺に戻っているというと、おそらく普通の人間は曲に秘められた旋律を感知できない上、彼自身の体周辺に漂っていた力の源もわからなかったためにこういった曖昧な描写になったのだと思います。この話が確かならばきっと本物の仙人が手を差し伸べて助けてくれたのでしょう。え？フォンテーヌで言い伝えられた話はまさか本当だったのか？Fontaine isn't that far, Paimon. I mean, like, it's next Liyue. でもあいつらの想像してたその女性の姿ってどんな感じだったんだろうな。Imagine they gave her. おいら、気になるぞ。Imagine they gave her horns. Ah, that's you're trying to say it's Ganyu, eh? あれ、それならカウと一緒じゃないか。ちょっとは根拠もあるってとこだな。そういえばふと気になったんだけど、もし今からカウが同じように人を助けるとしたら、どんな風に助けるんだ？え、私がですか？人を岸辺まで引き上げた後は。どこか近くの木の後ろにこっそり隠れて相手の状況を観察すると思います。そしてその人が無事であることを確認したらこっそり離れます。かわいい。わかったぞ。カーンはいいことをしても名を残そうとはしないタイプなんだな。 Unlike you, Paimon. その説明するのもとても面倒ですし人からの好意を受け取ることも苦手ですので。I mean, like, that goes the same for a lot of people. 当時の仙人もそう考えたんじゃないのか？だから何にも言わずに行っちゃったんだ。ほっほん。ふん。わらわはたまたま通りすがっただけ。ついでに助けたまでだ。多くを語るでない。凡人ごときのせいで。危うく金を引く今日が冷めるところであった。パイモンさんのモノマネ、少し龍雲神君に似てますね。And she's gonna appear out of nowhere. 私の限りでは、龍雲神君は楽器の演奏を得意とはしていませんが、だからといって彼女である可能性が完全に否定できるわけではありません。今から奥蔵さんに行って。シン君を見つけて聞いてみるのもいいですね。そうすれば直接確認できますし、
それに私はリーユエコーに長く居すぎたせいで仙人との関わり合いも少ないのです。こういうことを聞きたいなら一番詳しいのは彼女でしょう。いいぞ、竜恩神君とも仲良しだし、今回は食べ物を持っていかなくてもいいよな。お祭りの手土産はもう準備しました。ただはい、シン君はいつも閉じこもって仕掛けの術ばかり研究して the usual then. ずっと孤独です。人と話す機会があればシン君は、仕方ありません。もうドボルザークさんを助けるとお約束しましたから、契約は成立してしまいました。悩んでいるわけにはいきません。お二方とも今すぐ竜雲神君の洞天へ出発しましょう。 OK カンは、Damn. どうやらすっごい決心をしたみたいだぞ。こいつの気持ちもわかるよな。じゃあもし今年も竜雲神君がまた世間話をするなら、オイラたちの方で話題をずらしてやろうぜ。あれ、もう姿が見えないぞ。おーい、カオ、オイラたちを置いていかないでくれ。ふふ、追いつくのに疲れちゃったぞ。お前たちは休まなくて大丈夫なのか？リュウンシン君、留守だなんて。え？無駄足だったのかよ。シン君は普段からほとんど外出しません。昔からお祭り期間中はいつも他の仙人たちの方が彼女の元を訪れていました。はい、落ち着いて考えさえすればシン君は様々な状況に対応できますから、心配する必要はありません。ここが無駄足だったなら、次は、他の仙人の洞天を片っ端から訪問していくべきかもしれません。ええ、まだ走るのか？わかった！いい考えを思いついたぞ！パイモンさん、どうぞ。オイラたちの今の目的は あの仙人を探すことだろ。確かに音楽は聞こえてないけど、でも優しい仙人なんだから、いつ人が水に落ちたって助けてくれるはずだよな。はい、確かにその通りですが、だったらこいつが水に落ちるふりさえすれば仙人をおびき寄せられるぞ。 This fucking Paimon。オイラが泳げないのはお前も知ってるだろ。本当にボクボクボクって沈んでっちゃうぞ。 What do you mean? I just fished you out of the water. ヒヒ、オイラを信じてくれ。あ、そっちの水は深そうだから早く真ん中へ泳げ。 This motherfucker. I'm gonna kill you, Paimon. I'm gonna fucking kill you.Oh, God. 助けて！誰か、助けてくれ！人が水に落ちたぞ！ I'm on. 優しい仙人様！早く、助けてくれ！ Is it gonna be Shao? Someone carries you... What? 何事だ？ I fucking knew it.もう、なんともないか？え、スンハ？神格、コウマ大聖。早くなんとか言えよ。オイラに説明させるのか？ Yes! I can do it! You made me do that shit! わかったよ。オイラが言えばいいんだろ。Yes. オイラたち今音楽を演奏できて溺れた人も助けられる仙人を探してるんだ。でも仙人たちはずっとおとなしく洞天にいるわけじゃないし、見つかったとしても
情報をつかめるとは限らないだろう。我ではない。 Of course not。 わかってるぞ。仙人は女性だったはずだ。我が仙人でないこと、旅人とパイモンは知っておるはず。Well, yeah. おいらが悪かった。Yes. 認めるぜ。こんなに気まずい状況になるって分かってたら変にアイディアを出さなかったぞ。ダサーブ。無事ならいい。Is he gonna... God damn it, Shao. 我の知る限り、夜叉の中にお前たちが探しているものはいない。それから、Wait, what? It's no Yasha? Is he jealous? Jesus. このようなやり方は気が気でない。次からもう試すな。コーマ体制は相変わらず風のようだ。そうですね。返事するのも気が引けました。神格、近頃の修行はうまくいっていますか？怪盗祭の間、予定がないなら一緒にリーユー校に戻って過ごしませんか？今年は師匠と一緒に過ごすつもりなのだ。だが、あ、リュウシン君といえば、最後に会ったのはいつですか？今日だ。朝早くに出かけ、コロウさんの方へ行ったが、先方で鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。おそらく利水定山神君へ送るものだろう。詳しくは聞いておらぬ。さっきはちょうどいなかっただけだったのですね。とりあえず皆さんはこのまま話していてください。私は手土産を童貞へ置いてきます。うむ、すまぬ。Oh my god, Rello and Shin. 今の感じ、神格とカーンはだいぶ仲良くなったんだな。 Yes. ああ、夏と冬は師匠と共に修行し、残りの時間はリーユエコーで俗世の生活に順応している。彼女は我のために町での住処を手配して、いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カンウ先輩やカンウお姉様と呼んだら、やめてくれと言われてしまった。学ばねばならぬこともあれば、学んではいけないこともある。覚えるのが大変だ。なるほど、覚えたぞ。I don't think you're gonna let it go. そういえば、二人が師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか？そうなんだ。あ、神格は山で修行してるときに、なんかの音楽を聴いたりしてないか？音楽とは、なんだ？お前を喜ばせたり、落ち着かせたりする声とか、音のことだぞ。張り詰めてたり、あと怖かったりする音も入るのかな。行ってきました。シン君は置き手紙を見れば私たちを見つけられます。もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。ついてきてくれ。え、本当かよ。じゃあ早く行こうぜ。I have a feeling this is gonna be not something not good. Alright. ここだ。いつもここで音楽と共に修行するのが好きでな。There's nothing. も？What? どうしよう。おいら、耳がダメになっちゃったかも。何にも聞こえないぞ。そんなーって、そんなわけあるか。ちゃんとお前の声は聞こえてるぞ。でも、音楽って一体どれのことだよ。鳥が鳴いて
水の音がサラサラ。このような落ち着く音は、ヌシラが探しているものではないのか？ So, ASMR is Shana's music. Okay. あ、オイラさっき話の途中だったぜ。もう、オイラが悪かったよ。シンカ君、オイラたちが探しているのは自然の音とかじゃなくて、楽器とかで奏でる旋律のことなんだ。旋律？Come on, Paimon, give us a nursery rhyme. Do it! 子供扱いするなよ！ふん！童謡は歌えるけど、お前に言われた通りにするのは嫌なんだぞ。あのな、お前が自分で歌えばいいんだろ？神格も聞いたことあるあれとかさ。そしたらわかりやすいし。Please, don't make me cringe. I'm not listening. それってこの前ウンキンが劇で歌ってた歌か？そうだな。その旋律なら音楽って言えるぞ。過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば空を舞う満天の小島が目の前に浮かんでくるような。まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。 That's so long ago, I agree. 胸の中が温かくなって、酒が腹に入る時さえも温かさを感じていた。今日再び主からこの歌を聴いても当時の気分はまるで変わらぬ。音楽にこれほどの力があるとはな。シンカ君、オイラが思ってたよりもずっといっぱいの感想が出てきたな。音楽って確かに人にいろんなことを思い出させるよな。まるでオイラたちが今まで経験してきた全てのきらめく瞬間をギュッと濃縮してくれてるみたいだ。カンはどうだ？何か印象に残る旋律とかないか？両親が子守歌を歌ってくれたことがあるかどうかはもう覚えていません。リーエの民謡以外に今思い出せるのは人の船員たちの歌声、老舗の商人たちの呼び売りの声、そして街に聞こえてくる奏者の弾き語り。その通りです。以前はこのような旋律を聞くたびに距離感を感じていました。民衆にとって私は人でないものでしょ。私は人の芸術や感情をうまく理解できず、その生活に溶け込むこともできませんでした。少なくとも以前の私はずっとそう思っていました。でもだんだんそれらすべてが自ら思い込んだだけの束縛のようなものなのではないかと薄々感じるようになりました。それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて、日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていてもとても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局みんな同じですよね。そうだな。カオンも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、国政とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？ Hey, include us in there. 我は友達だ。同じ死についていることを考えれば、兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達と言った方が近い気がする。皆さんありがとうございます。春になって花が咲いたら
国生を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。さまざまな花を植えているから中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法はすべて主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。あ、ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか。そうなのか、我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。誰かチェーンマリー、不敬な真似をしておるのは誰だ。わらわを鮮明ではなく船長などと呼ぶとはな。 That's prime one for ya。 師匠、シンク出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちにお前はますます調子に乗るようになっておらぬか。まあよい、ここはわらわが大人になってやる。カウンの書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか。 Yes, please. 我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ、己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう。Shao Lantern, really? Jesus. That's so nostalgic. That's so nostalgic. Kirihara? Ryu An Shakuhon Shin-kun?どうしてオイラたちをここへ連れてきたんだ。紀州という名についてカーンは無論知っておると思うが、お前たち聞いたことはあるか。ウィション、 That's the ballista, right? 紀州とは塵の魔人ハーゲントス。彼女は元気な性格で発明と賑やかなことが大好きだった。遥か昔ここの町はまだ繁栄していた。紀州はよく友人を自宅まで連れて行き、その一番大きな石の食卓へと座らせたものだ。鳴海製菓のやつはいつも誰よりも先に新しく集めてきたお宝を卓上に並べておった。ふん、あいつは性格は穏やかだが、好きなものに関する話となるといつも自慢ばかりなのだ。覚えてるぞ。まさかあの鳴海製菓神君だったなんてな。 What? 彼はわらわたちの旧友であり良き好敵手だった。やつのことを思い出し始めるとまたいろんな思い出がよみがえってくる。やつがお宝を出すと途端に皆は落ち着かなくなってしまうのだ。我先にと評価を競い始めるのだからな。わらわと紀州ももちろん他の者に遅れを取ってはおられぬ。それでそれぞれ自信のあるからくりを食卓に並べるのだ。仙人というものはそれぞれの能力を持つがゆえに誇り高いものだ。そのせいでわらわはいつも鳴海製菓と言い争っておった記憶があるな。何せ奴が得意なのはただのお宝探しで、
手持ちのお宝の中に自ら作ったものは一つもなかった。いつも己の手で作り上げているわらわと比べれば遠く及ばないのだ。シン君、またムキになり始めちゃいましたね。話を戻そう。まあそういう時、紀州は高みの見物を決め込むやつだった。口喧嘩に混ざってくることもあったが、多くの場合は皆と共にザレ事を言ってきたものだ。 What? ザレ事って？それこそ何でもありだ。時にもう口喧嘩はやめましょうよ、どうせ二人とも私に勝てやしないんだから、などということもあれば、時にあの二人の喧嘩が終わったらみんなで一緒に山を降りて焼肉でも食べに行きましょう、などと。彼女のことだ。あれで皆を元気づけようとしていたのだろう。まあ確かにそれなりのコツを知っておったのは認めてやる。何せわらわを不快にさせたザレ事は一つもなかったからな。それに彼女から船長だの白いのだのとは呼ばれたことがない。ロッそんなぐちぐち言わなくてもいいだろう。とにかくわらわたちが議論に燃えていると、いつもかまど神マルコシアスが美味しい料理を持ってきてくれた。ええゴバー。かまど神の顔を立てぬ者は無論いなかった。みな争いをやめて食卓を片付け宴を始めるのだ。そういえば当時帝君が持ってきてくださった杯はいつも真四角なもので、わらわは習慣に合わないとよく文句をつけていたのを覚えている。 What the fuck? だがお前たち四角い杯など使うか。そういうことだ。帝君といえども迂闊な時もあるのだな。かまど神の料理を作る腕についてはわらわですら文句をつけがたい。食事中紀州もまたいろんな話題を持ち出して、ああだこうだと皆の笑い声は止まらなかった。あの老骨どもにはそれぞれ悪癖があった。にもかかわらず奴らと一緒に食事するとなると、あんなにも楽しかったのはなぜだろう。わらわは高いところから日が昇り月が落ちるのを見届けて、時が来れば宴はしまいだ。歌人老一神君はそのまま残って、よく紀州と一緒に短い花見をしてから帰ったものだった。あの頃は瑠璃瑠璃がここからあちらまで花の海のようにそこら一面を覆い尽くしていたのだ。歌人老一神君ってピンです。皆さんよくご存知のピンバーヤのことですよ。ああなるほど、あいつかって違う。昔話は面白かったけど、オイラたちは鮮魚を探しに来たんだろ。それとも鮮魚ってその紀州のことか。でも当のそいつはもう She gone。 はあ、わらわがこの地をずっと訪れなかった理由は、この廃墟に触れて心を揺さぶられるのが嫌だったからだ。お前がこのように請求にあれこれ聞いてくるせいで、わらわの感傷的な気持ちが無駄になってしまったではないか。まあよい、今から詳しく説明してやる。That's it! Yes! 仕掛けの術のことでよく紀州と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため、最も公正なる岩王帝君を宴に招いた。なんと帝君は
紀州のエイコカラクリの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないが、わらは分かっておるのだ。仕掛けの術において、紀州は確かにわらわより一枚上手だった。They both look beautiful. Holy shit. 紀州の歌人の物語については、ある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと紀州は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、カラクリが自発的に作りはしないと考えた。She looks hot. Holy shit. 二人があまりに争うから、帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。Oh no. だが、そんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて紀州は敵に敗れ、戦場で散った。No. わらわや歌人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後、歌人の要望のもと、元王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわの旧友の考えを継いで、紀州旗を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ、仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。わらわは淡泊な性格ゆえに、感情も控えめで交際を好まぬ。紀州との付き合いも仕掛けの術の議論によるものだ。でもお前は結構友達が多いし、おしゃべりも上手だと思うぞ。人前でひるまぬことと友人作りが好きということが等しいわけではあるまい。わらわのようなものを陽気な内向型というのだ。 Yes! Yes! Thank you, Cloud Retainer. Just because I'm an introvert doesn't mean I don't know how to talk with people. It's just that talking too much just takes too much energy. That's just it. Even Cloud Retainer knows that shit. そもそも、わらわは歌人老一とは違う。あやつはキリッとした性格だが、それでいて繊細さも併せ持つ。その上、口も利く。紀州との友情といえば、あやつの方がわらわより深いはず。Speaking of which, I thought it was debated that Guishong was Zhong Li's lover. Apparently not. This is gonna be a ramble for Poon Rae right now.あの二人はかつて好敵手だったからな。何度も作曲で勝負したことがある。その先人の鈴も紀州の自信作だぞ。作曲だけでなく演奏だってできる。変だな。先人の鈴はピンバーヤが旧友から借りたものだって言ってた記憶があるぞ。若い頃綺麗なものが好きだったからとかも言ってたよな。綺麗なものが好きだったからだと。バカを言うでない。この鈴には悲しい思いが秘められておる。言い出せるような時でもなかったゆえ、あえてお前たちにはそういう風に告げたのだろう。I figured it's been 2 years。それに旧友となると、
他に誰がいるというのだ。当時勝利という名の人が鈴を借りたいと言っておると聞いた歌人老一はすぐにそのものを帝君だと推測した。その上帝君が重要な決断を下したと判断したのだ。They knew. Holy shit. Well, I did. Yeah, Rex Lapis did something. Like, sure, Zhongli did something. But still, hearing from their mouths directly, now it's a thing. 長年の付き合いであるゆえ、そのくらいのことは互いに思い当たるというわけだな。合言葉みたいなもんだったってことか？すごいな。話がまたそれてしまった。どこまで話した？ああ、思い出したぞ。先人の鈴は仕掛けの術によって奏でられる伴奏にぴったりなものだ。創戦の儀式においても幾度かその力を発揮してきた。その後歌人老一があえてそれを持っていったのは奏奏曲を作るためではなかった。彼女が鈴を揺らして音を出すとき奏でられる旋律はいつも紀州が作ったあの曲だった。あの二人は音楽において思想のぶつかり合いがあった。しかし誰も思っても見なかったことなのだが、紀州が言った後歌人老一が金をつまびいて彼女を忍んでいると二人の作った旋律が次第に一つになっていったのだ。歌人老一もかつては賑やかなことが好きな性格でな、お酒や歌が好きだった。しかし紀州が言ってしまった後は他の者とあまり付き合わぬようになった。いつも一人で山頂に座って金を引きながら考え込むようになったのだ。その音は悲しみに満ちていたり穏やかだったり感情が高ぶったり、何年過ぎた頃かは知らぬが、やがて奴はようやく満足のいく曲を作れたようだった。雲に向かって曲を奏でることでその喜びを示したのだ。残念ながらわらわがその曲を聴けたのはあれっきりだが、お前たちの調べておる件だが、もしかしたらかのフォンテーヌ人の先祖はその頃水に溺れ、カジノの位置に救われたのかもしれんな。でもどうしてピンバーヤは満足できた曲を一回しか奏でなかったんだ？ふむ、わらわも気になってしょうがなかった。だから彼女に問うたのだ。こんなに手間をかけて編曲したものをなぜもう奏でないのだと。すると彼女はこう言った。金の弦は切れていないが地音はもう行ってしまった。龍雲、この曲は誰に聴かせればよい？ピンバーヤ、幼い頃のことはシン君の世話になっていたことしか覚えていません。魔人戦争が終わった後、私は契約を果たすためにリーユー校に残りました。紀州には何度か会ったことがありますが、そんな過去があったなんて知りませんでした。紀州は先を見通すことのできるものであったが、この世から去るのが早すぎた。雲海堂展にある図面は未完成のままで、残された空白を思うといつも忍ばれる。かの仙人を探していなければこのような王子もおそらく砂塵の中に封印されていたのだろう。今お前たちは人を救った仙女が歌人老一神君だと知ったわけだが、彼女とこの件について話すのか？ I'm not sure.
I'm not gonna lie. このことでピンが悲しい思いをするのが、シン君は心配なのですか？その通りだ。わらわにとっても、歌人老一にとっても、旧友が言ってしまったことは、あまり触れたくない悲しい記憶だ。でも、僭越ながら、それも、あくまでシン君の推測に過ぎないのではないでしょうか。お？というと？ご存知の通り、私はリーユエ校に長い間おりますから、多くの人々との別れも味わってきました。家族や親友がいなくなる痛みや辛さは身に染みて分かっています。でも町も人も前に進み続けているんです。ピンは聡明な人だから、この道理を分かっているはずだと思います。仙女が一人山の中からいなくなりました。でも同時に、人の世には人生の先輩が一人増えました。私たちは失うこともありますが、得るものもまた増え続けています。いろんな人を助けた彼女は、これからももっとたくさんの人に進むべき道を示してくれるでしょう。そして彼女に助けられた人々は、彼女の友人になって一緒に花見をしたり、音楽について議論したりしてくれるはずです。親友を亡くすのはもちろん悲しいことですが、人生はそれでも続いていく。その先では、きっと新しい友人が彼女を待っているはずです。This is why I'm quite avoiding of ships. Because technically on the traveler's case, he's damn immortal. So we don't know.Just in case he has a love interest, it's gonna be hard for them. 怪盗祭に音楽祭を取り入れることについても、オイラたちピンバーヤの意見を聞いたんだぞ。いっそのことあいつも誘ったらどうだ。もしかしたらピンバーヤのステージが見られるかもしれないぜ。まったく、若者の割にはよく考えておる。じゃあシン君も一緒に来ませんか。ピンもあなたとは久々の再会ですし、それに怪盗祭の間、リーユエ校もお祭りのために新しく飾り付けられているんですよ。怪盗祭だからといって何の新しいものがあるというのだ。あやつのことにしたって、会いたければいつでも会える。それは違うと思います。毎日のどんな時間も、毎年のどの月も、それぞれ全く違うものです。ずっと待っているだけというのはよくないです。よかろう。わらわは先に失礼する。他の老骨どもがこっそり町に遊びに行っていないかどうか見てやろう。では、ツンデレ、私たちもシン君をあまりお待たせしないよう、急いでリーユエ校に戻りましょう。キリハラ、キリシュ、もしちゃんと栽培して手入れをすれば、いつの日かキリハラにまた一面のルリユリを咲かせられると思いますか。わらわは先ほどの褒め言葉を撤回するぞ。お前という子はやはり甘い。え、シン君、まだ言ってなかったんですか。お前たちがずっと動く様子がないから気になって戻っただけだ。次こそ本当に行くぞ。レイサス、よっピンバーヤ、龍釈放神君。その足の速さだけは褒めてやる。わらわもついたばかりだぞ。今日はどういう風の吹き回しだい。みんな揃ってバーヤを見に来て。船長のお姉さん、まだ話してないのかよ。何を話すというのだ。それになぜバラバラ話すことになっているのだ。ピンバーヤと一番長い付き合いなのはお前じゃないか。
歌人そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。龍雲、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。その、時は開頭祭、好天に恵まれ、風からは花の香りが。Oh, I take that back on what she said. She's so awkward. Oh god, I put on Photoshop. Kan, orai ni makaseta. Eh? What a wuss. Hai. Hajimari wa senzo o sukutta sennin o sagasu Dobolzark san ni私たちが手を貸そうとしたことでした。龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。うん、確かにそのようなこともあったの。そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍雲よ。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのような形で今まで語り継がれてきたことじゃ。またあいつの思った通りだったの。あいつって…あ、紀州とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。はあ、わらわが望んで話したわけではないぞ。よいのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、紀州は一体なんて言ったんだ。知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと、少し導いてあげるだけで比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が彼女と同等の力を持つようになり、互いに学び成長を促せるような存在になるかもとも言っておった。口だけはよく回るやつだ。あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍、あのからくりの盆景をまだ覚えているか。あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。紀州はな、すべての草や花が集まってこそ私たちの家だとばあやに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーウェと同じじゃよ。ピンばあや、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。センチメンタル。I can't believe they actually say that in Japanese. センチメンタル。ばあやたちの中では
彼女ほどこのように賑やかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーウェ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽。ティンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ。それにそれにティンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだから一緒に音楽祭で演奏するのはどうだ。すべて配達します。興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのう、もうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびにあいつのことが思い出されての。バーヤが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を弾くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点も鳴海製菓もみんな昔のまま。時間がどんなに過ぎたとしても曲を奏でるだけで全てが記憶通りによみがえってくれるんじゃ。やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか。完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても悲しみのほかに美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。ほれバーヤの盆景はとても綺麗じゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。とにかく若者の舞台なんじゃからバーヤは遠慮しておこう。ティンバーヤがそう言うなら。バーヤ、ヤンフェイ。おや、みんな大勢集まっちゃって何か事件でもあったのか。えんひ、心配無用じゃ。大丈夫じゃよ。みんなバーヤに顔を見せに来てくれたんじゃ。いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから私からも挨拶させてくれ。怪盗祭を祝して。怪盗祭を尽くして。怪盗祭を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海亭での仕事についてエンヒと相談しないといけないんです。仕事早すぎなあかな。ロボルザークさんの方はお願いしますね。シン君、ピン、先に失礼します。今から。どの分野の事件を。カウン先輩。カウという子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。龍雲、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるからちょっと話でもしようじゃないか。ふむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったらバーヤの気持ちも伝えてくれるかい。音楽祭が大成功を収められますようにと。任せろ、ティンバーヤ。ありがとうね。バーヤの話をいろいろ聞いてくれて。あの旋律についてはいつかバーヤの準備が整ったら言ってあげよう。やった、楽しみに待ってるぞ。
金の音が再び奏でられれば、彼女もまたリウエコに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりとほくそ笑むやもしれんの。Go back! ダブルザークおじさん！お、北星もいるな。怪盗祭の準備、お疲れ様だぞ。こんにちは。そっちは順調だった？Yep. 順調順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた人も、オイラたち見つけられたぜ。ほ、本当か？Yep.私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を忍ぶために奏でたものだったのか。だからこそ、それほどまでに美しく人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか。しかし、やはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人老一神君、つまりオイラたちのよく知ってるティンバーヤは、自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ティンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国生の方がオイラより言葉選びが上手だな。ひひ、オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ダイヤマン、ちゃんと、ああ、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、すべてをこのショーに捧げたい。あ、そうだ、ティンバーヤから音楽祭が大成功しますように。だってさ、あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か？はあ、いけない、緊張してきた。 She is an adeptus. Oh yeah, she'll be able to hear it.ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。おじさん、早すぎるぞ。まだ話が終わってないのに。この前あいつ、人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。新しい感想があるならぜひ聞かせて。Uh-huh. We should. 音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだってオイラたち気づいたんだ。音楽を聴くとみんなは楽しくなったり、感動したり、時には悲しんだり、懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。 Pretty much. 君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ、後でカウンが全部教えてくれるはずだから。国生はまだやることがあるのか。ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ええ、怪盗祭を祝して。There she goes. これで全部片付いたな。おや、待てよ。え？何か忘れてる気がするぞ。うん、なんだっけ。松里。初めから思い出してみるぞ。ああ、あの高なんとかのタケノコだ。バンブーソース。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。ああ間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。
自分で取りに行かないあいつのせいだからな。まあいいか。そんなことより往生堂に向かおうぜ。It's me. Yo! ダンダンダッタダンダンダダンダンダンダダダンダンダダンダダダンダンダダダンダンダン。I don't know why. I'm cringing. I'm cringing so hard. Oh, fuck me. Seriously, when it's like in game that they're singing or dancing, I just cringe every time. Yosh, so come on. Ore ore? Mezurashi okekusan da ne. Doushu no watashi to asobitakute kita no kana?お前たち、どうして真っ昼間に往生堂の前でヒップホップの練習をしてるんだよ。 I thought that's Yanfei staying at Hoot House. You're clearly ripping off Yanfei right now. 我が友よ、しばらく見ないと思ったらあの度胸はどうしちゃったの。ここは山を背に水辺があって空いてる空間も広い。その上、見えない観客たちが見に来てくれてるから、練習にはぴったりなんだよ。見えない観客。見えない。ここ数日付き合ってきて、あたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。初めの頃は、新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ。巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。I mean, yeah.どうしたの？そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない。思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を集めしイルデセンスツアー、路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかぬ。私が詩を書き、新縁が指針を決め、恩先生は繊細な細部を作り込む。この開幕をのけから最もビッグな霊下に。I'm so cringy! なかなかいい韻を踏んでていいんじゃないか？って違う！なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ！でも、こんなことして何か安全面のリスクとかはないのか？それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力についても、ユーヘンに事前報告済みだ。信玄がそう言うなら、まあいいけど。彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。旧友を見に行くんだってね。勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが、あの方はかなりの玄人観客ですし、信玄さんの公演を心から楽しんでくださっていますから。おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。What? でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。言ったでしょ、私の往生堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。毎回新しい発見ができるはずだよ。それは認めます。フータオさんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれますから。それにショッキングな驚きもな。そういえば新縁さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか？ああ、もちろんいいよ。ああ、そうだ、旅人ファイモン、その山は五郎山っていうんだ。間違えないでよ。勝利さんを見かけたらこう伝えてくれる？うん、そうだな。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよねって。あなたたちも一緒に来てね。この私が用意した宴会なんだから面白さ満載に決まってる。 Well, I guess that's one thing for sure. 見えたぞ、戦力と戦場2号だ。 Illuminated bird number 2. What the fuck? 知った顔だ。リーウェイ港から来たのだな。町の様子は最近どうだ？バッチリだぜ。気になるんだったら
自分で確かめに行ったらどうだ。昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーユエ校の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利、やっと見つけた。タケノコ持ってきたぞ。ちょうどいい時に来たな。本格的なエンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって促成を促せば、ある意味近道ができる。その装置ってまさか。龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。 Yes。 それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。エンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。イエイ、バンブルズツープ。そうだ、勝利。フータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。あいつが何か企んでるってことだけはわかるけどな。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。It's morning。 宴会の方は、同種がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。じゃあまた宴会でな。なあ、約束する。テイ君、イエンデューシェンが出来上がったぞ。ああ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い、うん、この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。 Mine only。 熱いうちに食べるのがいいぞ。イリデセンスツアーのステージに出られて、あたいすっごく光栄だぜ。それじゃあ、フータオとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでってくれ。その名も、トーシカリン。ジーサスクライス。I thought Chongyu wouldn't like something like this.I kind of cringe. Fuck that. 明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで。天智園様のおごりか。存分に楽しまないとな。Where did Yellen go? What the fuck? Ah, Chichi. Invite you. So, oh wow.What the hell? Ah, 始まった。はいはいはい。
아니야, 아니야. 来年も良い年であるよ。きっとそうなる。師匠、小刀、我は小刀ごとき、師匠が今から新天道地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェ校に行って人々に見せつけてやるといい。Is there an actual orchestra there? Oh. 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 That was a good cutscene. Oh no! No! Hey, hurry up! It's almost time for the time we promised Futao. Hehe. Place is, in fact, that booked full of Shingetsu Ken. Damn, Doshu, you're a big guy. Let's go straight.Let's see, let's see. おお、なるほど。勝利さん、貴重な意見をありがとう。覚えておくね。勝利先生は博識であるとかねてより聞き及んでいたが、まさか料理にも精通しているとは。勝利先生のような方と知り合えたのは、僕たち後進の者にとって実に光栄なことだ。そんなことはない。みな優秀な若人だ。それぞれが得意な分野を持ち、それこそ俺が目を見張る部分もある。共に精進していこう。勝利殿、そんな大げさな。そのもしよかったら僕に妖魔退治の砲術を少しご指導いただけないだろうか。砲師の妖魔退治か。少しかじった程度ではあるが、それでも問題なければ時間を作って手ほどきを。うわ、もう人がいっぱい。I know. プータオが勝利を招待してるのは知ってたけど、まさか友達がこんなに集まってるとは思わなかったぞ。I know. みんな、怪盗祭楽しんでるか？ああ、今年もいい祭りだな。二人もお祭り楽しんでる？ I'm learning a lot. Well, definitely. 私もだよ。前にも深淵のステージは見たことあったけど、今回みたいなのは初めてだったな。I thought I would expect like Futao singing like a bit professionally, but you know, I cannot have everything. 観客からもかなり評判が良かったみたい。だから最近は出演の依頼が一段と多くなってるんだって。すごく忙しくて、運金も手伝いに行ってるほどなんだよ。ああ、二人ともお前たちによろしく伝えてくれと言っていた。それから。祭りと食事会を楽しんでくれとも。確かに素晴らしい公演だった。ただ見終わった途端、まさかシャンリーの創作意欲が爆発するとは。そのせいで僕たち二人は大変な役を押し付けられてね。 I thought Chung Hyun would dislike Shin Yen's rock and roll performances. 二人？シャンリーの試食役は僕だけじゃなかったのか？別にそこは重要じゃないだろう。それに君が食べたら僕も食べたようなものさ。僕はそんなこと気にしてないけど、言われてみれば確かに一皿残らず趙雲に押し付けてたっけ。何？シャンリンが新しい料理を作ったのか。
イモンは私の料理が大好きだもんね。ありがとう、パイモン。ああ、勝利さんにも感謝しないと。私の新しいレシピにぴったりなアイデアを出してくれたからね。じゃあ、さっきはそのことについて話してたのか？ああ、食事会だからな。話題はおのずと料理のことになる。シャンニンはよく己の道を邁進するが、その食材の選び方や味付けはどれも音の調べのように舌の上で踊り出すものだ。 I mean, I knew that. 俺の意見はただそれに花を添えただけに過ぎない。おお、さすがだな、二人とも。えへへ、私なんだか照れてきちゃったよ。勝利さんの案を取り入れてレシピを調整したら、また料理の試食をお願いするね。 OK、まあ、それなら大丈夫そうだ。なら次は僕も試食しよう。料理といえば、さっきから何かが足りないような。 Where's フータオ？あ、オイラたちを招待したフータオはどこにいるんだ？あとグーパーもいないぞ。グーパーならなんだかやる気に満ち溢れてて、お父さんのところでお手伝いしてるよ。ほら、怪盗祭は料理を食べに来るお客さんが多いってあなたたちも知ってるでしょ。ゴーパーが万民堂に残って手伝ってくれてなかったら、私もフータオの食事会に来る時間を作れなかったかもしれないんだ。 God damn, my crush is still doing the thing, eh? でね、フータオは同志はある客を迎えに行くと言っていた。俺にここで先に皆をもてなすようにと。時間を見るにそろそろ来る頃合いだと思うが。フータオがわざわざ呼びに行くなんてな。I know who it is actually. すごいやつなんだ。Thanks to this goddamn leaks. まさか国星？ No. 京子？ Nope. それとも北斗か？ No. それが同志の口から聞くことはできなかったんだ。部下である俺が詳しく聞くのもあまり好ましくないしな。It's Shao. じゃじゃーん！私たちの到着！あ、遅刻してない？遅刻してないよね？うんうん。コウマ体制が私と同じで風のようにスイスイだったから時間ぴったしだ。そう。地品というのは、コウマ体制のことであったか。ご孔明はかねてより聞いている。おお。What is it, the guess? 同志から誘いを受けた際に説明がなかったゆえ、まさか若き英雄だけでなく、リーゆえの安寧を守る金宝大将まで来るとは、予想していなかった。こうして皆が一堂に会せるとは、実に超常だ。What the hell? Wait, what's this? もうすぐ怪盗祭ですが、今日帝君が突然訪れたのは。うん、同志の性格だが、俺も手を焼くことがあってな。帝君を悩ませるとはどのようなことでしょうか。祭りのためにごま油を購入するよう同志から言いつけられている。ん？帝君、ごま油を買うのになぜ防潮旅館まで歩いて。ああ、元将と少しばかり世間話をした後、調味料をいくつか譲ってもらったんだ。あとはほら見てくれ、松茸を数本とハムを一つもらった。 Why is Song Li acting like a dad? What the hell? ではごま油は。ああ、それが残念ながら同主が望む品はなかった。That doesn't tell anything. て、しょ、家計殿、それは少しばかり。ああ、この人また始まっちゃった。客人を立たせたままそんな世辞ばっか先に言うんだから。この場にいる人はみんな外では名の通った大物でさ。多かれ少なかれお互いのことは耳にしたことあるでしょ。もともと知り合いだって人も多いし、そんなにかしこまらないでよ。公務体制も
旅人と結構仲がいいんだって。いいや。おお、それなら二人は隣の席に。どうしもどうぞ。あれ、やっと私のことを思い出してくれたの？そうだ、さっきここに着いた時、前もって注文しといた料理ができ始めてるって新月軒の店員が言ってたんだ。さてさて、それじゃ早速料理を出してもらおっか。 Will Xiao be able to eat these? そういえば、まさかフータオが迎えに行った客人がショウだったなんてな。僕も初めて旅人とパイモンがコウマ大生の友人だと知った。ジョーンもショウと知り合いなのか？知り合いとはちょっと違うな。でも名前はかねてより存じていた。 This is quite funny in the Chinese dub because the Xiao and the Chonghyun VA are the same in the Chinese dub. パイモンは知らないかもしれないが、僕たち奉仕一門はコウマ大生と少し関わりがあるんだ。表と裏で共に妖魔を退治してきてもう随分と長い。まさか同志のおかげでこの目で見ることが叶うなんてな。コウマ大生、僕の名は趙雲、以後お見知りおきよ。ああ、名高いコウマ大生にお会いできるなんて僕も光栄に思います。この前趙雲からちょうど話をお聞きしたところなんです。コウマ大生に妖魔退治を行う奉仕の大切さを絶対に分からせてやると、そう趙雲が言ってます。I just hope Xiao doesn't slip up Zhongli's true identity. あ、それなら私たちも知り合いだよ。以前料理王決定戦の時に私の料理を仙人さんに試食してもらったんだ。 Oh yeah, there was that. まさかまたお会いできるなんてね。怪盗祭を祝して。百聞は一見にしかずとはまさにこのことです。僕はシャンリンと趙雲の友人でユクアキと申します。僕のことも以後お見知りおきをいただければと。おお、みんないきなり礼儀正しくなったぞ。なんだか会話に入りづらいな。翔様、コウマ仙人。You're making this uncomfortable for him, goddammit. パイモンもよろしくお願いしますだぞ。怪盗祭を祝して。 You're making this hard for Xiao. これでもかなり頑張って言葉を選んだんだぞ。ケチつけるなよ。I will みんな、そうかしこまる必要はない。そうそう、コウマ大生の言う通りだよ。知り合いが集まって食事してるだけなのに、そうやって礼儀正しくしてたらかえって場が緊張しちゃうでしょ。気を使わせるためにみんなを食事会に招待したわけじゃないんだから。じゃあフータオは何が目的でみんなを呼んだの？ Is that a Uncle Roger reference? 親族や友人を招いて集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ新年を喜ばしく迎え入れることだ。 What the hell? 勝利さんが言いそうな言葉でした。みんな拍手するように。その通りだ。フー同士は俺の真似が上手であられる。私はね、ただ賑やかな場が好きで、みんなに美味しいものをご馳走したいだけなの。この一年みんな頑張ってきたでしょ。生活も旅もガイドも、それから料理や商売、妖魔退治、夜叉の務め、王城堂の仕事を時々手伝ってくれる格系もね。うんうん、みんなすごかったってことじゃん。 Why do you have one more chair? そんなみんなを集められる私が一番すごい人だけどね。 No. 確かに、ただ調子に乗ってるだけのようにも聞こえるけど、リーユエコーにあまり来ないショウまで呼べるなんて本当にすごいことだぞ。 I'm quite curious as well, not gonna lie. お前が考えてるほど複雑なことではない。Aha, another flashback. Not long ago, at Wangshin again. Nice. はい、
い、わかった。おかみさん、ありがとう。おかみじゃなくてオーナーよ。本当に元気な子ね。あっという間に行っちゃったわ。コウマ大聖、小仙人、防除旅館の守護神、敵家州の太平湯ね、いるんでしょう。静かにしろ、そう騒ぐな。あらら、ごめんね。でもそうしないと姿を見せてくれなかったでしょ。お前のことは知っている。王城道77代目同士、我に何の用だ。確かに風太を同士がしそうなことだ。つまり高魔大聖がいらしたのは、その風太の旗迷惑な行為をやめさせるためだったのか。ほう、他にも理由があるように俺は思う。さすが勝利さんは賢いね。え、まだ続きがあるの？でも続きはつまらないよ。ただ王城堂のもろもろと千秋夜叉の過去について話してご機嫌取りをしただけだから。魔人戦争中は争いが多発し、災禍が絶えず、人々は病や死による苦しみから逃れられなかったという。先週は妖魔を払い、戦艦軍は力を振るうも苦戦を強いられた。そんな中、王城堂は疫病の排除や暴君を送る責務を全うした。戦乱の最中、こうして生死の境を明確に分けることで、さらなる最悪の訪れは免れた。そうそう、そういうこと。勝利さんに1ポイント。でもそんな古い中でも高魔大聖を招待するにはだいぶ時間がかかったんだ。お、やっぱりあなたは知ってるんだ。これは避けようのないことだ。我はその影響を考慮しなければならない。確かにね。で、私も考えたんだよ。だから今日は元素力と縁のある友達しか招待してないんだ。食事だけだったらそんな大きな影響も出ないでしょ。ただこうも人が大勢いるとは思わなかったかな。高魔大聖、そう心配なさらないでください。今のところ僕たちは何の不調も感じていませんから。特にこの少年奉仕は巡洋の力を持っています。そう簡単にへばったりしません。それとこれとは話が別だろう。あと、さっき人参を僕のお椀に入れてなかったか。あ、目をそらすな。まったく、何のことを言ってるんだい。今回は超運の肩を持つよ。私も見てたから。今日グーパーがいなくてよかったね。グーパーは食べ物を好き嫌いする人を見るのが大嫌いだから、無理にでも行く秋に食べさせてたと思うよ。え、グーパーってそんなに執念深い性格だったの？けど確かに前にシャンリンからグーパーはかまどの神だって話は聞いた。その民間伝承を聞いたのか。今は支障ない。少し前、怪盗祭より前にある古い知人に会った。その彼の助けもあり、我の状態はだいぶ落ち着いている。そうそう、ってそこじゃないだろ。あ、風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせる。ああ、つい続きを口にしちゃったぞ。でもこの聞き慣れた声って、ウェンティ、まさか。おしゃっ、おしゃっ、おしゃっ。あれ、私の聞き間違いじゃないよね。外に誰かいるのかな。勝利さんもぼーっとしてないで、早く扉を開けてあげて。面倒はかけないよ。お邪魔します。What the fuck? やっほー、やっと僕を入れてくれたね。僕たちが昔どこかで会っていたとしても、今日の出会いはまた新しいもの。新しい友人に
古い友人たち。みんな、お祭りを楽しんでるかい？あ、金融野郎、どうしてここに？リーユエに詩でも読みに来たのか？おやおや、爽やかなお兄さんの登場だ。見たところ、将来私の友達になりそうな雰囲気を感じるね。来る者皆客人なり、出会いとはこれまさに縁なり。何も言わなくていいよ。はい、座って。料理は好きなものを取っていいからね。おっと、食器を一人分追加するよう言わないと。おや、このお嬢さんはまるでお花のようだ。朝の日のようにうららかだ。見た感じ、ここで最も主導権を握ってる人かな。美味しそうなものがこんなにいっぱい。本当に僕も食べていいの？じゃあ遠慮なく。あ、君は。あや、陳玉先生じゃ。ん？陳玉先生？あ。よーく見たところ、陳玉先生のファンだよね。実は以前、ある娯楽小説の読書サークルで彼と知り合ったんだ。ほんと、もっと早く知り合いたかったよ。陳玉先生の新作をあんなにも分析できる人が僕以外にもいるなんてね。ウェンティさんも実に謙虚だ。しかの際なら君の方が一枚上手じゃないか。ふん、つまりこちらはユクアキ殿の知り合いだったのか。This is the smuggest face I've ever seen in game. そうなんだ。それにショウも僕のこと知ってるよね。ついこの間話したばっかだし。ああ。年の瀬が近づき、怪盗祭の時期になるにつれて、妖魔の動きも活発になり始める。前に敵歌手一帯を見て回っていたところ、たまたまこの。あれ？まだ数日しか経ってないのに、もう忘れちゃった？職業は銀遊詩人だよ。さっきパイモンが言ったように敵歌集で詩を読んでたんだ。ああ、我がこの銀遊詩人と会った時、確かに敵歌集で演奏していた。その音色は抑揚のある美しい調べで、心を落ち着かせるものであった。我は思わず長いこと足を止めてしまった。その音色に耳を傾けながらな。どういたしまして。Jesus. そうか、状況は俺も理解した。俺の名は勝利。今は王城堂に勤めている。新たな友と知り合えて何よりだ。で、私が彼の上司ね。もし格系の仕事に何か不満があったら、いつでも言ってちょうだい。同志には気を使わせる。へえ、なるほど。道理で君みたいな賢くて頼りになる同志がいるから、こんな見るからに優秀そうな部下を雇えるんだろうね。もうウエンティさんは口がお上手だね。うちの格系は本当にすごいんだよ。天文から地理まで、昔のことから今のことまで、何でも知ってるんだから。でも時々この人の古臭い話し方を見てると、千人の誰かがお忍びで俗世に来てるんじゃないかって疑っちゃうんだけどね。シャー、は？コウマ大帝も千人だったよね。ねえねえ、どう思う？何が？我は悪いが、我は妖魔をほふることしか取り柄がない。学びには疎く、聞いたことがないな。あれ、そうなのか？シッ、ファッキンファイブ、シャットファッキン。ショウはいろんなことを知ってるし、オイラは物知りだと思うぞ。パイモン、静かにしろ。え？あ、そうだな。いや、this Paimon, you fucking idiot。ショウは無人で、普段町にも行かないからな。こういうの知らなくても当然だよな。That's so subtle, my man. That's so goddamn subtle. へえ、そうなんだ。僕は勝利先生の名前は前々から耳にしてたよ。
酒場にいるお客さんたちから礼儀正しい若い男が本土で一番の酒場に来たにもかかわらずお酒を飲まないで言いにくい名前の熱いお茶を頼んだってね。 Oh yeah, I know that goddamn event. It was 2.5, I recall. そういえば俺も不意に思い出した。モンドには彼のような芸術家がいると噂では、気さくで温和な性格をしており、彼の生み出す作品は躍動的で生き生きとしたものらしい。モンドで一番の吟遊詩人と言っても過言ではないそうだ。なんだか照れちゃうな。 I hope they don't lose their cool. けどモンドの詩は全体的にそんな感じだよ。ただ創作のレベルはピンキリだけどね。例えば少し前に僕はこんな詩を耳にしたんだ。古き家は新たに生まれ変わり、春の風を迎えて過去の記憶が吹き抜けていく。意味は確かに伝わるけど、言葉のチョイスがありきたりであまり文才も感じられない。確かに文の構成がいまいちだね。What the hell are you doing? 私なら多分こうするかな。鶴によぼよぼの瓜一つ、それでも花は咲き誇る。おお、いい詩だね。雰囲気も独特でスラスラ読める。やっぱり私の目に狂いはなかった。ウエンティさん、かなりいいセンスしてるよ。はい、握手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 。 God, I don't know what to say. ねえ、ゆくあき、ん？帰ったら何冊か本を貸してくれない？文章が上手なものをゆくあきに選んでほしいんだけど。私の読解力のせいなのか、今の詩の良し悪しがわからなくて。僕が思うに、多分それはお前の問題じゃないだろう。趙雲の言う通りだ。僕たちの問題じゃない。おお、いいな、それ。そういえば、吟遊野郎はなんでここにいるんだ？怪盗祭に参加しに来たのか？今年はリーユエで怪盗音楽祭が開催されるって聞いてね。鹿を作る者としてこの誘惑に抗えるわけもないでしょ。芸術はぶつかり合ってこそ新しいアイデアの火花が生まれるわけだしね。 What? そういえばイベントを主催してるあのフォンテーヌの人だけど、石門の近くで見かけたよ。イリデッセンスツアーがやっと一回開催できたんだ。ちゃんと祝ってあげないとね。僕たちの仲なんだし、そうかしこまらなくていいよ。そういえば君たちが次々と新月圏に入っていくのを近くで見てたのに、誰も僕がいることに気づかなかったよね。僕の隠れ方がうますぎたのか、それとも風の音を誰かさんがあえて無視したのか。怪盗祭になるとリーユエ校は人々でにぎわう。みんな明かりを眺めたり街を見て回ったりし、さらに即興で旅に出る者までいる。人の動きは予測しがたいものだ。だがこうして祭りはつつがなく開催され、友人と一堂に会せたのはまさに祝うべきことだろう。新年を迎える今、皆とここに集まれたのは実に喜ばしい。この場を借りて酒の代わりに茶で皆と乾杯しよう。あ、さすが勝利先生、いい話だね。僕の代わりに言いたいことを全て言ってくれたよ。こんなことを自分から言うのはちょっと恥ずかしいんだけど、招待されてもない僕がいきなりこの食事会に参加しちゃって、みんなに迷惑かけてないかな。本当はこういう時モンドではお酒を飲むのが定番なんだよね。でも勝利先生がどうしてもお茶を飲むっていうのなら、僕もそれに合わせるよ。さあ乾杯しよう。気にしない気にしない、全部私のおごりだよ。みんなで美味しいものをたくさんいただいて、いい一年になるよう祈ろう。飲み物がお茶だけなのも、食事の後に何かイベントがあるかもしれないと思ったからなんだ。え？おいおい、あの二人急にお茶で乾杯しだしたぞ。そう、オイラたちはどうするか。なんだ、あ、
二人はもういいの？うん。外の空気を吸いながら食後のお散歩もいいかもね。じゃあオイラも。No. Stay here. 実は。わかった。必ず帰ってこいよ。No. How about no? I should be the one asking you. われには適切な言葉が思い当たらない。状況の問題ではない。かつて千人の中にも集まって語らうのを好む奴は多くいた。時々皆を呼んでは酒や茶を飲むような奴かな。我も何度か強引に連れて行かれたことがある。だが千人にはそれぞれなすべき責任があり、そのほとんどが誇りを持っている。故に話も直接的なもので、こうも意を曲折としたものはなかった。しかし今回は、whose fault is this? It's both of them, really. そのようなことは断じてない。むしろ、帝君は人間の生活によく溶け込んでいて満足されている様子だった。ただそれは我には永遠にできないことだ。 Well, you don't have to. お前が言いそうなことだ。我は別に気にしていない。これが我にとっての常であることは重々理解しているからな。故に稀にお前と普通に接していることを思い出すと、どうにも奇妙な感覚に陥る。おう。ああ、風同士のこたびの正体は実に断りにくいものであった。しかしここに着く頃には我も心の準備はできていた。あやつは元素力に縁のある友人しか招待していないと言っていたからな。お前がいることも感づいていたんだ。だが他の客人については、Well, I wouldn't, but I would because of the goddamn leaks. 深淵大将がよく口にしていた。状況に応じて楽しく振る舞い、予想外の出来事を楽しむと。それはこのような感覚なのかもしれない。ただあやつが言っていたのは周りのものに作った衣服のことを指していたんだろうがな。あれら衣服の作りは実に精緻なものだった。しかし着るとなると何かと不便でな。不赦のやつは深淵大将のメンツなぞ気にせず、それを身にまとうことはなかった。だが帝君はあの衣服がお気に召したのか、かなりの数を所有していた。帝君が今身につけている衣服も深淵大将によるものだ。戦乱の渦中であれを着ている姿は見なかったが、まさか後になって袖に腕を通すとはな。見つけた。あなたたちここにいたんだ。ん？あ、もしかして大事なお話中だった？そんなことはない。何の用だ？みんながお腹いっぱいになったのを見て、さっきフータオが店員さんに食後の点心を出してもらったんだ。でもあなたたち全然帰ってこないでしょ。それにパイモンがちょっとパニックになってて、天心が甘いのかしょっぱいのかもわからなくなってるんだ。Jesus. 本当はね、ちょっと心配であなたたちの様子を見に来たの。小仙人少し落ち着かない様子だったから、ここの食べ物が合わなかったんじゃないかと思ったんだ。それで防御旅館に戻って元将に料理を作ってもらおうとしたのかなって。そんなことはない。いらぬ心配をかけたな。そのようなことはならば、そろそろ戻るとしよう。ちょっ
実は私が二人を探しに来たのはね、別の用事もあったからなんだ。ほらこれ、特別に二人のために持ってきたの。これは杏仁豆腐。そうだよ、前回の料理王決定戦以降私と元将は好敵手であり友達にもなったからね。時々傍受旅館に行って彼と料理について話し合ってるんだ。 What the hell? This is a lot of callbacks. その時に旅館の最上階にいる客人は元将の作る杏仁豆腐が一番好きだって聞いたの。それで教えてもらったんだ。実はね、今回フータオがみんなを招待する前にこっそり私のところに来て誰を呼ぶのか教えてくれたの。で、どんな料理を注文すればいいのか相談されたんだ。だから前もって杏仁豆腐をいくつか作っておいてあなたたちに渡そうと思ってたってわけ。いつもお世話になってるお礼にね、二人に用意するって知ったクオパーも熱心に走り回ってかなり手伝ってくれたんだよ。手間をかけさせた。だがそのような必要は受け取っておく。感謝する。 God damn。 それからグオパーにも。どういたしまして。My god, we're actually taming Shao。 おっと、そうだった。私が作った杏仁豆腐は元将のと口当たりと味が違うかもしれないんだ。だからもし何かアドバイスがあったら絶対に教えてね。ああ。よろしくね。さてと、そろそろ戻ろっか。じゃないとパイモンが待ちくたびれちゃうだろうしね。 We need to have a photo of all of us in there. We need to have a photo. お前らやっと内緒話が終わったんだな。早く戻ってくるって約束したのに。Shut up. お前、オイラのことそんな風に言うなんて。Well, it's true. お前の感覚の方が間違ってるってことを分からせてやる。それからオイラの食欲に対する認識もな。お前の天心は全部オイラが食ってやるぞ。ほほ。待たせた。 Wow, she got ignored. 平気平気、みんな雑談しかしてないし、これといって何もなかったからね。外で話していようが部屋の中で話そうが別に同じだったよ。ふん、オイラは食べるのに忙しいからな。お前の相手なんかしてる暇ないぞ。そうだ、知り合い同士ではあるけど、せっかくのお祭りの食事会だし、picture, please. 儀式的なものも少しやっておこっか。あ、もしかして何か特有の習わしでもあるの？ Picture, please. え？でも縁起が良くなるように私がたった今作った。え？思い立ったが吉日。さあ、まずは卓の上にあるコーラを使おう。おっと、ずいぶん長いこと火がついてたし、お香もつきかけてるね。じゃあここは一番身分の高いお客さんに次のお香を炊いてもらおうかな。セーセール天、新たな年の繁栄を願い、日々前へと進んでいけるようにね。なるほど、いい願いだね。さすがフータオ。なら、この場で一番身分の高いお客さんは、うん、きっと格系の勝利先生だよね。What's with the objection being here? 僕は勝利先生の功績とかやってきたことに詳しくはないけど、さっき話した感じ、彼の見識と造形の深さはこの世界を渡り歩いてきた吟遊詩人の僕でもあっと驚くものだった。 It's like Shao and Aether know that it's bullshit. もし知識が力となるのなら、勝利先生の力は果てしなく強大なものだろうね。 Wait, wouldn't that mean that he does thing and not Zhongli's? 話のレベルで言えば、やはり偉大な詩人の方が上だろう。俺はただ記憶力がいいだけに過ぎない。こんな何の変哲もない能力をこうも立派に語れるとは、
その弁舌には脱帽する。そもそも誰が推薦してもいいのなら旅人か。うんうん、俺はやはり同志こそが功を焚くのに適任だと思う。あ、わお。もうダメだよ、それは上司に対する無駄なごますりだから。それにお客さんにやってもらうって話でしょ。主催者の私は選択肢に入らないよ。そうだ、美味しい料理をたくさん食べられたし、 What the hell is happening? この場に唯一いる料理人のシャンリンにやってもらうのがいいんじゃない。そうなの？でも今日の料理は私が作ったものじゃないよ。そんなの関係ないって。ほら、シャンリンは仙人の弟子で、かまどの魔人と行動を共にする仲間。それに月酔い祭の料理王決定戦の優勝者でしょ。しかも彼の有名な料理屋万民堂唯一の後継者であり、この同志である私の古い友人の一人でもある。これでも足りないっていうの？ What the fuck is this epilogue? あれ、なんか称号がだんだん尻すぼみしていってるような。え、じゃあちょっとやめてよ、なんだか恥ずかしくなってきちゃう。あ、それならリーユエコーで最大の紹介の一つ、飛雲商会の次男坊の方が尊い身分なんじゃない？ What the fuck is happening? いきなり僕を巻き込まないでくれよ。おお、それもいいね。紹介の坊ちゃまがお香を焚いてくれたら、I'm face palming. みんな新しい一年は大儲け間違いなしだよ。はあ、そんなわけないだろ。それに儲けることも確かにいいが、体の健康や万事順調であることの方がもっと大事だ。だからここは邪気払いを得意とする超運奉仕にやってもらって、家内安全を願うのはどうだろうか。え、まさか僕にまで飛び火するとは。 He's just gonna be like, you know what? Fuck you guys, I'm just gonna light this shit up. ここには高魔耐性がいるんだ。どう考えても僕にお鉢が回ってくるのは筋違いじゃないか。身分の序列で言えば、ここに仙人は高魔耐性一人しかいない。なら絶対に断る。我はここで最も身分の尊いものではない。絶対にな。ここにいる者の洞察力ならきっともう分かってるはずだ。 No, do not. ここにいる皆と縁を持つ者が一人いるとな。ん？Seriously? あ、そうだぞ。あ、you little bitch. お前っていつもオイラのことをからかうけど、確かに人付き合いはかなりいいよな。ここのみんなとも知り合いだし。Well, I do like mocking you because you're so gullible. な、まずい。さっきお前の相手なんかしないって言ったばっかだったのに。I'm not the only one. あれ？まだ他にもいたか？ Take a look in the mirror. ん？って、お前は、オイラがここで一番尊いお客さんだって言うのか？急にそんなこと言うなよ。ヒヒヒヒ。ん？ I know you like flattering, you little piece of shit. なかなかいい人選なんじゃないかな。共に歩む仲間がいなかったら、長い旅は、果てのない孤独なものになってしまう。冗談を言い合ったり、一緒に騒いだりできる友達がいれば、あらゆる景色は色づく。ああ。I thought it was gonna be Aider, to be honest. 旅人は諸国を旅し、素晴らしい功績をいくつも残した。しかし、パイモンがいなければ、その物語は単調なものになっていただろう。お前の旅が平穏で順調であったのも、パイモンの存在が大きい。You know what? I gotta say it. This sentence alone is gonna go to shit when Paimon betrays us. いきなりそんな褒められるなんて、おいらなんだか慣れてないぞ。Shut the fuck up. You say as if you fight with me when I'm doing the fighting alone. その、みんな本気なんだよな。You're the best. Emergency food. Now that's not the goddamn option. Give them the fucking... ありがとな。さっきはオイラのことをずっと待たせたけど、
まあ分かってないぞ。パイモン、そう気にすることはないさ。友人同士なら喧嘩をすることも当然ある。ああ、確かにそうだな。つまり、旅人にとってのパイモンは、私にとってのグーパーと同じで、すごく大切な存在だってことだよね。うんうん。じゃあ、みんなパイモンで問題なさそうだね。はあ。我も旅人の選択に異論はない。じゃあこれで決まりだね。ではでは、世界で一番すごい旅人の最高の仲間でありガイド兼親友のパイモンにみんなのためお香を焚いてもらおう。I'm kinda… さあパイモン、マッチをしっかり持って手をやけどしないようにね。Oh man. No, do not say goodbye. Do not say goodbye. Don't be sad. No. さて、もうだいぶ遅いし、このままみんなを引き止めておくわけにもいかないよね。そろそろお開きにしよっか。ありがとう。だな。お茶もいい香りだったぞ。私たちの間にそんなお世辞はいらないって。次また私がおごるときに付き合ってくれたらそれでいいから。 You're all of you's fucking birthday, then I don't get to see anyone's of you. あ、もうすっかり暗いね。 Can we get a goddamn picture? I swear to god. 夜道は少し危ないから、私はシャンリンとユクアキボッチャマ、あとチョーンを送ってくるよ。残りのお客さんは勝利さんにお願いするね。ああ、僕は平気だから気にしないで。これから海へ行くんだ。船の上にいる友達に会ってくるから、勝利先生に手間はかけさせないよ。君なら、僕の行ってる場所がどこなのかわかるでしょ。もし時間があったら、僕を探しに来てね。ああ。みんなと知り合えてよかったよ。春風がなびく頃、また会おう。もちろん。また機会があったら、一緒に詩を書こうね。さて、じゃあ私たちも行くよ。ああ、そうだ。勝利さん、後で王城堂に戻ってきてね。頼みたい用事がまだあるんだ。ああ、承知した。どうしも気をつけてくれ。バイバイ。This is gonna be sad. では、次は。テイ君。お、勝利でいい。今の俺は、リーユエ校で一人の人間として生きている。民衆の中にいるしがない存在に過ぎない。日が昇ったら働き、そして日が沈んだら休む。身分で言えば勝利というただの凡人は、高魔体制を敬い仙人様と呼ぶべきだろう。そんな滅相もない。なぜお前まで。これは何も冗談じゃないんだがな、今年の怪盗音楽祭の期間中、お前たちは歌人同一神君、それから龍文釈風神君と交流したと聞く。きっとまた過去のことをたくさん知っただろう。Yeah. 同じことでも別のものが見れば違う様相を見せる。記録するものが増えれば、同じ物語でもまた別の思いと姿が伝わる。Mm-hmm. 以前ソラヤーというスメールの学者と古今について語り合ったことがあってな。ソラヤ？ゆえに彼女が研究している課題も多少は把握しているのだが、彼女が見つけた証拠とそこから得た推論を見るに、彼女が研究している内容はすでに事実に近い。ただ人も魔人も多面性のある生き物だ。人間の文化に根付く伝説には、高きところに座す尊い者や心優しい魔人が数多くいる。だが俺や歌人同一神君、龍宮釈風神君、それから将や関羽のような者にとって、そういった属性離れした仙人や神は身近な存在であり、他愛のない話を共に楽しめる仲間でもある。今この時の光景はあの時と同じものだ。民衆にとって将は親しみにくい存在であっても、旅人からすれば違う。つまり一部のことについては
そう気にする必要はないということだ。テーク…勝利様が伝えたいことは…その様子だと、大まかではあるが理解したようだな。さて、同志から皆を送るように言われているが、お前たちの実力であれば俺の同伴など必要ないだろう。ちょうど夜景が美しい頃合いだ。俺も少し歩きたい。しばし歩いた後、同志のところには顔を出そう。うん、では先に失礼する。いずれまた会おう。勝利、またな。みんな行っちゃったな。こういう賑やかな雰囲気が終わると、いつも心にぽっかり穴が開いたような寂しい感じがするよな。でもお前が一緒にいてくれるからよかったぞ。 It's the other way around, right? あ、いやいや、一番尊いガイドのパイモンはずーっと旅人のそばにいてやるぞ。ふん、分かってるならいいんだ。ショーはこれからどうするつもりだ？オイラたちと一緒にビーユエコーを見て回るか？いや、ここで過ごす時間は我が想定したものをとうに超えている。町の灯火も悪くはないが、そろそろ帰らねば。今回は急なことではあったが、世話になった。ああ、ではまたいずれ。Oh no! It's finished! Oh man, it's light to the heart. I really like it. I've seen the leak, but now that I've seen it, I actually experienced it. It doesn't really matter if I saw the leak. Anyway, that's it. Bye bye!